第11章。そして、単独者支配性が維持される原因は、無条件的に言えば、崩壊とは反対の原因によるのは明らかであり、それぞれについて言えば、王政の方はそれをより穏健なものに導くことである。というのは、その権限が小さくなればなるほど、それだけより長い期間にわたって、その支配の全体が維持されることが必然であるから。なぜなら、彼ら自身が先制的ではなく、その性格において一層等しいものとなり、また非支配者によって、妬まれることもより少なくなるからである。つまり、そのため、モロッシア人の中では、王政が長期間にわたって続いてきたし、ラケダイモン人の王政が続いているのは、最初から支配権を二分割したためであり、さらにはテオポンポスが、他の方法でも穏健にするとともに、監督官の職を制定したためである。すなわち、彼は王権の力を削ぐことで、時間の上では王権を長続きさせたのであり、そのためある意味では彼は王権をより小さくしたのではなく、より大きくしたのである。彼が妻に答えて言ったとか人が語ることはまさにそのことである。王権を父から譲り受けた者よりも小さくして息子たちに手渡すのを少しも恥ずかしく思わないのかと妻が言ったときに、いや決して思わないと彼は答えた。なぜならより永続的なものを渡すのだから。他方、選手制は二つの正反対の方法によって維持され、そのうちの一方は伝統的に受け継がれてきたもので、選手の大多数がそれに基づいて試合を行っている。そのうちの多くの法則は、コリントスのペリアンドロスが制定したと言われている。しかしその多くはペルシア人たちの試合からも取ることができる。できる限り選手制を維持するための法則には、先に述べられたこともあり、それは抜きんでたものを刈り取り、誇り高い者たちを取り除くことである。また共同食事も政治的集まりも教育も、その他そのような類を許さないこと、そして誇りと信頼という二つのものがそこから生まれるのを常とする一切のことを警戒し、学校もその他の学級的集まりも生まれるのを許さず、できる限り誰もが互いに知らない状態になるよう、万事を行うことである。なぜなら知ることは互いに対する信頼をより大きくするから。市中に居住する者たちは常に見られるようにし、宮殿の門の近くで時を過ごさせる。なぜならそうすれば彼らが何をしたか知られずにいることが最小になり、彼らは常に奴隷のような生活に甘んじることによって、小さいことばかりを考える習慣を身につけるだろう。他にもそのような類のペルシアや異民族が用いる選手特有の方策がある。なぜならそれらは全て同じ効果をもたらすから。そして非支配者の誰かが言ったり行ったりしたいかなることも注意を免れないよう努めるべきで。例えば、主楽祭で密告屋と呼ばれる女や、何かの会合や集まりが開かれるところに、ヒエロンが送り込んでいた密偵のように、スパイを求んでもならない。というのは、そのようなものを恐れる場合には、自由に物を言うことが最初になり、もしも自由に物を言えば知られずにいることが最初になるからである。また、互いに喧嘩させるようにし、友には友を、貴族には民衆を、裕福な人々には彼ら同士を衝突させるべきである。また、非支配者を貧しくするのも、選手的方策であり、そうすれば彼らには守備兵が養えなくなり、日々の仕事に忙しく追われ、陰謀を企む暇がなくなるからである。その例は、エジプトにおけるピラミッド、キプセロス一族の奉納物、ペシストラス、ラトス一族による、ゼウス・オリンピオス神殿の建立、サモスの事業の中でも、ポリキラテスの大事業である。なぜなら、それらすべては非支配者の暇のなさと貧しさという、同じ結果をもたらすから。そして、例えば、主楽祭で行われたような税の徴収もそうである。というのは、ディオニュシオスの治世では、5年の間に、個人の全財産が税金に支払われる結果になったからである。また、選手は戦争を好むが、それは非支配者が暇を奪われ、指導者を絶えず必要とするようにさせるためである。また、王政が友人によって維持されるのに対して、何にも増して友人に信頼を置かないのが選手の特徴であり、それは誰もが彼の打倒を望むが、その力を持つのは彼らであるという理由からである。そして、究極の民主制において起きるすべてのことが、選手制の特徴にもなる。例えば、家庭における女の支配で、それは夫について密告するようにさせるためで、奴隷の過度な自由もそれと同じ理由による。というのは、奴隷も女たちも選手に対しては陰謀を企みはしないし、自分たちが幸せに暮らせるならば、選手制にも民主制にも好意を抱くのは必然であるから。また、なぜなら民衆も単独支配者になるのを望んでいるからである。
それゆえ、おべっか使いもまたどちらの国政においても重んじられるのであり、民主制では民衆扇動化が、なぜなら民衆扇動化は民衆のおべっか使いであるから、選手制では自己卑下して取り巻く連中がそうであり、それがまさにおべっか使いの仕事である。そしてそれゆえ選手は悪人好きである。なぜなら彼らは追従されることを喜ぶが、誇り高い自由な精神の持ち主なら誰一人そのようなことはしないだろうし、立派な人たちは愛するのであり、あるいは少なくとも追従はしないから。加えて悪人は悪人に有用でもある。釘は釘でとことわざにあるように。また威厳のある人や自由な人を誰一人喜ばないのも選手の特徴である。なぜなら選手は自分だけがそのようなものであるのに値すると考えるが、しかし威厳で対抗する者や自由に振る舞う者は、選手から優越と先制の力を奪うからである。だから自分の権力を打ち倒すものであるかのように、彼らを憎む。また会食者や日々を共に過ごす者として、市民よりも外国人を招くのも選手の特徴であり、それは自社が敵意を持つに対して、後者は敵対しないと考えるからである。以上のことはこれに類することが選手制の特徴であり、その支配を維持するものであるが、その邪悪さには何一つ不足するところはない。大まかに言えば、これらすべての方策は3種類にまとめられる。なぜなら選手は3つのことを目指しているからで、その第一は非支配者が小さいことを考えるようにすること。なぜなら小心者は誰に対しても謀反を企みはしないから。第二は彼らが互いを信用しないこと。なぜならある人々が自分たちで互いに信じ合うようになるまでは、選手制が覆されることはないから。それ以外選手は自分の権力に危険なものとして立派な人々と戦うが、それは彼らが先制支配されるのを望まないからだけではなく、彼らが自分たちの中でも他の人々にとっても信頼に足るものであり、自分たちも他の人々も告発しないからでもある。第三は行動に対して彼らが無能力であること。なぜなら誰も能力がないことには挑みはしないから。そのため、たとえ選手に力が備わっていない場合ですら、選手を打ち倒そうとする者は誰一人いないだろう。かくして選手たちの望むところが行き着く目標はまさにこれら三つになる。すなわち人はすべての選手的方策を、これら三つの原則、非支配者が互いに信頼し合わないようにすること、無能力であるようにすること、小さいことを考えるようにすること、に帰することができる。事実確かに選手性を維持する一つの方法は以上のようなものである。しかし別の方法はこれまで述べられてきたものと、およそ正反対の配慮をするものである。王政の崩壊からその方法を把握することができる。王政の崩壊の一つの道筋が、その支配をより選手制的にするものであったように、選手制維持の方策は、支配をより王政的にすることであるが、ただし、ただ一つのことを、すなわち権力を維持して支配を望むものだけではなく、支配を望まないものを支配することを可能にしておかねばならない。なぜなら、もしもそれを放棄するなら、選手であることも放棄することになるからである。この権力を守ることだけは、いわば基本原則として堅持しなければならないが、しかし他のことに関しては王の役割を美しく演じて、あることは実行し、あることはそう思われるようにする。第一に公的基金のことをよく考えていると思われなければならない。働き詰めで懸命にロークしている大衆から取り立てておきながら、遊女や外国人や職人に気前よく与えるならば、大衆が怒り出すような徴用品のために浪費してはならない。また、すでに選手たちの幾人かがこれまでに行ってきたが、取り立てたものと消費したものについての収支を釈明しなければならない。なぜなら、人がこのように管理すれば、選手ではなく、財産管理人であると思われるだろう。また、国家の主権者でもあるのだから、いつか金銭に困ることがあるのではないかと恐れる必要もない。むしろ、選手が自国から外国へ遠征する場合には、徴収した蓄えを残していくよりも、その方が有益である。なぜなら、国を守備する者たちが、自分の支配権に攻撃を企てる恐れがより少なくなるからであり、選手が外国にいる場合には、市民よりも守備する者たちの方がより恐ろしいからである。前者は共に外国にいるが、後者は後に残っているからである。次に、税金や公共奉仕は、国政のために徴収していると見えなければならず、戦争の機会に対し、いつかそれを用いる必要が生じる場合の備えであり、総じて個人の蓄財のためではなく、自らを公的危機のための守護者で管理者であると予想わなければならない。
そして、選手は厳しいと見えてはならず、威厳があるよと、あると見えるようにすべきであり、さらには会う者たちに恐れられるのではなく、畏敬の念を抱かせるとなものとなるべきである。しかし、そのことは軽蔑されやすい者には容易ではないので、それゆえ、たとえ他の徳に注意を払うことができないにしても、戦争に関わる徳には注意を払い、我が身に関してそのような徳についての名声を作り出さねばならない。さらにまた選手自身のみならず、自らの周辺の者たちをも、非支配者の中の若者であれ、娘であれ、その誰に対しても侮辱しているとは見えないようにすべきで、女たちへの侮辱が原因となって多くの選手性が滅びてきたのだから、選手の一家の女たちも他の女たちに対して同様の態度を取るべきである。身体的力の矜持については、今日において選手の誰かが行っているのとは反対のことを行うべきで、というのは彼らは朝早くから大いに楽しみ始めて、続けて何日も楽しむだけでなく、自分たちがいかに幸福で至福を味わっているかを見せて人々を驚嘆させるために、他の人々に自分たちがやっていることを見られることを望むからである。何にも増してそのようなことは適度になし、もしそうできないのであれば、せめて他の人々に見られるのは避けるべきである。なぜなら攻撃を受けやすく軽蔑されやすいのはシラフではなく酔っているもので、目覚めているのではなく眠っているものであるから。先に述べられたほとんど全てについて、その反対のことを選手は行わなければならない。すなわち選手ではなく管理者であるかのごとく、国家を建設して飾り整えねばならない。さらに神々に対しては常に格別に熱心であるように見えなければならない。が、なぜならもしも支配者が神の力を恐れ、神々を気遣っていると人々が見なす場合には、そのようなものから不幸なことを受ける恐れが少なくなり、神々さえも味方していると思うので、陰謀を企むことが少なくなるから。しかし愚かしくはなく、そのように見えなければならない。そのように見えなければならない。また何かの点で優れたものが現れたならば、自分たちの法律下で生きる市民によっても与えられないと思えるほど、大きな栄誉を与えるべきであり、そしてそのような栄誉は、選手自らが分け与え、他方懲罰は他の公職者や法廷を通じて与えるべきである。あらゆる単独者支配制に共通する防護策は、誰で一人の者を行為に挙げないことであるが、しかしやむを得ない場合には、複数の者を行為に挙げることができる。なぜなら彼らは互いを警戒するようになるから。しかし、例えもしも誰か一人を行為にする必要に迫られても、少なくとも大胆な性格の者だけは、決してそうしてはならない。なぜなら、そのような性格を持つ者は、どのような行動においても積極果敢であるから。また、もしも誰かから、その権限を取り除くのが良いと思われる場合には、徐々に取り除くべきであり、その権力をことごとくまとめて奪い去ってはならない。さらに、選手はあらゆる傲慢を慎むべきであるが、他の全てに増して二つのこと、すなわち身体に対する懲罰と、花盛りの若者への傲慢を慎むべきである。とりわけ名誉欲を持つ人々に関しては、そのことに用心しなければならない。なぜなら、金銭を愛する者たちが自分の持つ金銭に向けられた軽蔑を耐え難く思うように、名誉欲を持つ人々や立派な人々は不名誉を耐え難く思うからである。したがってそのような人々を相手にしないか、あるいは軽蔑のためではなく、父親のように懲罰を与えていると見られるようにし、また、花盛りの若者との成功は、試合欲のためではなく、愛欲が原因であると見えるようにしなければならず、そして一般に不名誉と思われることは、より大きな名誉によって賄わなければならない。選手を肉体的に滅ぼそうとする輩の中で、最も恐ろしく最大の警戒をするのは、彼を滅ぼすことさえできれば、自分が生きながらえることを望まぬ者たちである。したがってとりわけ用心しなければならないのは、自分自身または自分が世話をする者が侮辱されたと考えている者たちである。というのは、劇場に駆られて襲いかかる者は、ちょうどヘラクレイテスが言ったように、すなわち劇場と戦うことは難しい。それは命を賭して、あがなおうとするから、と彼が述べているように、彼は自らを何ら顧みないからである。国家は二つの部分から、すなわち貧しい部分と裕福な人々から構成されているので、何にも増して必要であるのは、選手の支配のおかげで、そのどちらも、が救われていて、一方が他方から不正を受けることもないと考えさせることである。しかしそのいずれが一方がより強くなれば、
その者たちを権力の側に最大限に取り込むべきで、その陣営が自分の政権に組みしていれば、選手は奴隷を解放する必要も、武器狩りを行う必要もない。なぜなら選手の権力にその一方の陣営が付け加われば、攻撃してくる者よりも強力となるのに十分であるから。しかしこの種の事柄について個々に述べるのは余計であろう。なぜなら目標は明白であるから。つまり非支配者には選手ではなく、財産管理人や王であると。統領者ではなく、監督者と見えるようにすべきであり、また同行さ、過ごさずに節度ある生活を送り、さらに貴族たちを日常の交わりで懐柔し、他方で大衆の機嫌を取るべきである。すなわち以上のことから必然的に、卑しくされていない、より優れた者たちを支配することになり、絶え間なく憎まれ、恐れられることもなく、その支配がより美しく、戦争に値するものとなるのみでならず、その支配がより永続的になり、さらには選手自身がその性格において、徳に向けて美しく整えられるか、少なくとも半ば良くなり、劣悪ではなく、劣悪も半ばになるだろう。第12章。しかしながら、あらゆる国政の中でも、下等制と選手制は最も短命である。実際最も長く続いたのは、オルタゴラスとオルタゴラスの子らによるシキオンの選手制である。それらが持ち越えたいんだったのは100年間である。長く続いた理由は、非支配者を穏健に扱って、彼ら自身も多くの点で法律に服従したからであり、またクレイ・ステネスは軍事に長けていたので、侮りがたく、そして彼らがいろいろと配慮して民衆の機嫌を取っていたことにある。特にクレイ・ステネスは彼に対して競技の勝利を逃す判定を下した者にさえ、冠を与えたと言われている。ある人たちの話によれば、そのアゴラに建てられた彫像は、そのように審判を下した者の像であるという。また人々の話では、ペイシストラトスもまた、ある時、アレイオスパゴスの法廷に召喚されると、それに従ったという。第二に長いのはコリントスのキプセロス一族の選手制である。実際これもまた73年3 6ヶ月続いた。キプセロスが30年間、フェリアンドロスが40年間と半年の間、ゴルゴスの子、プサンメテコスが3年間、選手であったからである。この選手制が長く続いた理由もまた同じである。というのは、キプセロスは民衆扇動家であって、その在位期間中ずっと護衛をつけずに過ごし、ペリアンドロスの方は選手らしく振る舞ったが、軍事に長けていたからである。第三に長いのは、アテナイのペーシストラトス一族の選手制である。しかしそれは連続していない。というのは、ペーシストラトスは選手の地位から二度にわたって国外追放されたからである。したがって33年間のうち彼が選手として君臨したのは17年間であり、彼の息子たちが選手であったのは18年間なので、全体では35年間続いたことになる。残るところでは、主落祭のヒエロンとゲロンの選手制がある。しかし、それは種を絶えることはなく、合わせても全部で18年間に過ぎない。というのは、ゲロンは7年間選手の地位にあったが、8年目にその生涯を終え、ヒエロンは10年間選手の地位にあったが、トランシプロスは11ヶ月目に追放されたからである。選手制の多くは、どれも全て全く短命である。諸々の国政と単独者支配制について、それが滅びる要因と、また維持される要因については、そのほとんどが全てが述べられたことになる。しかし国政の変動に関しては、国家でソクラテスによっても論じられているけれど、とはいえそれはよくは論じられていない。なぜなら最善で第一のものである国政の変動について、彼は特徴的には論じていないからである。というのは彼の主張によれば、その原因は何一つとして永続するものがなく、ある周期の中で変動しているからであり、その変動の始まりは、4対3の比率を与えられた最小の数の組が、5と結び合わされて、2つの調和を作り出すところの数にあるとされ、その幾何学的数が立法数となる場合に、自然は時として劣悪で教育の手には負えない者たちを生み出すと彼は述べていて、その主張そのものはおそらく悪くはないが、なぜなら教育を受けても優れた人間になることはできない者はいるだろう。しかしなぜそのことが他のすべての国政や、生じるすべてのものよりも、彼によって最善とされる国政にとって、一層特徴的な変動となるのであろうか。また確かに時間が原因であり、そのためすべてのものは変動すると彼は主張しているが、生成の始まりが同時でないものも同時に変動するのであろうか。例えば周期の逆行の前日に生じたものも、他のものと同時に変化するのであろうか。これらに加えて、いかなる原因によって、最善の国政から落語にやって帰国政に変動するのであろうか。なぜなら、あらゆる国政は、近接したものに変化するよりも、
正反対なものに変化する場合の方がより多いからである。同じ議論が他の国政の変動について当てはまる。というのは彼によれば、ラコニア的国政から下等政に、下等政から民主政に、民主政から選手制に変化するという。とはいえ、国政は反対方向にも変化するのであり、例えば民主制から下等制に変化するし、そしてさらにより一層多くの場合、それは単独者支配制に変化するからである。さらにソクラテスは選手制がいつか変動するのか、あるいは変動しないのかは論じていないし、どのような原因によってどのような国政に変動するかも論じていない。その理由は論じるのが容易ではなかったからである。なぜなら彼の立場からすれば、選手制は第一の最善の国政へと変化すべきであるが、そのことは確実ではないからである。実際はそのようにしてのみ、変動は連続的となり循環したであろう。しかしながら選手制は、例えばシュキオンの選手制が、ミロンのものからクレーステネスのものへと変動したように、選手制にも変動することがあり、また、例えばカルキスのアンテレオンの選手制のように、下等制に変動する場合もあり、また、例えば、シュラクサイのゲロン一族の選手制のように、民主制に変動する場合もあり、ラケダイモンのカリラオスの選手制や、カルタゴの選手制のように、貴族制に変動する場合もある。さらには、下等制から選手制に変動もするのであり、シケリアでは古い時代のほとんどの大半の下等制がそうであって、レオンティノイでは、パナイテオスの選手制に、ゲラではクレアンドロスの選手制に、レギオンではアナクシラスの選手制に変動し、そして他の多くの国家でも同様の変動が起きたのである。また国政が下等制に変動する理由を、公職にある者たちが金銭を愛する人で、金儲けをする人であるためだとソクラテスが考え、財産において遥かに勝る人々が、何も持たざる人々と持てる人々が等しく国家に参与するのは、正しくないと思うためだと考えないのは奇妙である。のみならず多くの下等制において公職にある者たちは金儲けをすることが許されていないし、それを禁じる法律も存在しているが、他方民主制的支配をしているカルタゴでは、公職にある者たちは金儲けをしているが、未だその国政を変更していない。また下等制が富んでいる人々の国家と貧しい人々の国家の二つの国家であると主張することも奇妙である。というのは、なぜそのことがラコニアの国政よりも、あるいは万人が等しい財産を所有していない、または万人が同様に善人ではない他のいかなる国政よりも、一層下等制に当てはまるのだろうか。そして、たとえ誰一人として以前より貧しくならなくても、それでもやはり困窮者たちの数が多くなれば、下等制から民主制に変動するし、また大衆よりも富裕層が強くなり、前者が無関心で後者が注意を集中するならば、民主制から下等制に変動するだろう。しかも変動が引き起こされる原因は数多くあるのに、彼が述べているのはただ一つのみ。つまり、あたかも最初は全ての人々、あるいは大多数の人々が富んでいたかのように、彼らが放蕩な生活を送って、氷菓子の金のために貧乏になるということだけである。しかし、それは虚偽である。指導者たちが自分の財産を失った場合には、彼らは新規巻き直しを図るが、その他の者たちが失った場合には、恐るべきことは何も起きないし、その時には国政が他の国政よりも民主制に変動するということはもうない。さらにまた、人々は名誉の職に預からない場合や、不正を受けたり侮辱されたりした場合にも、内乱を引き起こして国政を変動させるのであり、彼らが欲することは何でも行うのは可能であるから。彼らが財産を食い潰してしまわなくてもそうするだろう。彼は過度な自由がその原因だと主張する。下等制や民主制にはより多くの形態があるにもかかわらず、ソクラテスはそれぞれ一つの形態しかないかのごとく、それらの変動を論じている。